おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おう、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前まで閑古鳥が泣いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅうね。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。お前には失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか？教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。親父、安心せえ、別に殺しはせん。せやけどここにぶち込まれたやつはみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。おう、こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって、お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。えい。こんなご時世だ。10万するフグの買い過ぎだの、100g1 万の松阪牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、ここやな。牧村、どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか？あれ、お客様ですか？おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか？なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって聞けや。おい、ええから聞けや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやなあ。どこにいたんですか？俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません、怖くて。すみません。いや。で、店長はおらんのか？今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。分かった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり違う言うとるやろうが。ほら分かった、お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか？お客さん。なんや。寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか？ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか？ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねん俺は。あれ、店長？え？いやー、参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長？おお、成立中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね？ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅんも興味ありますな。あれ、店長、針ですかそれ？ああ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションで針いっとこか思てな。本当ですか？お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう？ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？針やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気つけてな。はようドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。ただの鉄砲玉やと思っとったが一味ちゃうな。何もんやお前。こっちのセリフや。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと？取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや？え？リアと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ？なんしょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。なんやと？せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長？誠、なんやと？おお、ええタイミングや。おかえり。牧村誠ちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ誠。店長、どうしたんです店長。誠、ええから逃げろ。なんなの店長。店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい。おれ、さっさと連れてけ。くせえ。なんやこりゃ。おっと、兄ちゃん。どこ行く気や。ほんまに。あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。ちゅうかはあれ、何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前、あんたも死んどき。あいつを逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよいかんかい。余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。2人でもそのまま蒼天堀に流したら覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。大丈夫や。もう大丈夫や。店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうしてこんなことに。ここは。ええから入れ。倉庫や古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙うとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か。それは。お前なんか、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か。知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。人一人殺すこともできん最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前一体何者なんや。コウモリの入れ墨いうのは何や。なんでそいつを探っとった？いや、リーさんはリーさんに合わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠、どういうこっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを？なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。誠によう似とる。それがどないした？よう効く薬やで、ほんま。リー、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。は？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時、その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません。その死体はうちの従業員です。言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いたるんや。お前は何なんや一体。な待てや、真島。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。ということで年末の蒼天堀で起こった非常に奇妙な事件ですが。この事件については CM の後も引き続きお伝えしていきます。おお、マジマ。よう来た。待っとったで。おう、ちょ待て。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。ねお前、水草やないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って。お前やったやろ。あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。なんやと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、大口会館です。ああ？お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント。受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろが、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろってんねん。お前グランドにいや、もうちょっと。ええ店やな、真島君。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。ほら。ここええやろ。あ、あかん。わしのも触ってえな。いや、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるよ。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん。せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。なあ、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもろたいや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気使うてるんやで。まあまあ座ったらたまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、基人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。基人会、こっちの欲しいもんは分かっとるやろ真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え？他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか。リーさん、あなた前に私に教えてくれた。あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分を守ってくれるのはやっぱりお金って李さん言ってたから、許してくれるよね李さん。おんとれい、わしら売ったんか。こいつら佐川の手下や。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その後見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くでー。真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を東条会に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあ百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ、確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。真島言うたな。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車荒らし、そんなガキやったな。なんや想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんだ奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おいどないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。お疲れ様ですビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな、あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええたちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷、おい。真島君やないか。どないしたん。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。ああ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後まで蹴りがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。ああせんと真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でもけりつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレンも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん、あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたいんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力、一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そうや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おまるさん、出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なんや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。逃げや西谷。なんやねんな。おっちゃん、お前ビリケンさんには用をしてもろたんですがね、娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。ハンタラ殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか、誰にや。感じやないかい、西谷。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰やたんな。なあ、おっちゃん。真島君、わしはこのアホンダラと片つける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。早いけや、真島。まこと自分を生かした責任きっちり取っとらんかい。いけやマジは。許してくれ。頼む。お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。兄ちゃんよってって。勉強させてもらいますよ。悪いなばあさん、俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ誠。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり、佐川を。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真島ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ、神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ、地獄の果てまでもあの女を追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。異性はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつってんだろが。助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。ちょっとこの野郎、ふざけたまねしてんじゃねえぞこれ。立てつってんだろ。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。水臭いこといいなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。ただのピエロちゅうわけか。おい落ち着けよ負けてきれんならもうパチンコなんかやめろってうるせえんだよおいおいてめえ待てよこらなんかこいつやばくねバカやべって肩ぶつけたろうが謝れっつうんだよどうでもええは好きにせえやマジかよ俺上等じゃねえかあよっしゃ俺もやらせろあらあらあら登場会に復帰したってことですか真島さんまだやだったらなんで牧村誠を追ってんだあの子を守るためって言うたら信じてくれるか何お前の兄弟分はどこや牧村誠どこに隠したる錦山君お前じゃ俺には勝てん笑わせんな会ったばかりで俺の何が分かんだよ今ので何も分からんようやからお前は俺に勝てんのやあんたも分かっちゃいねえよあんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえなるほどそういうことかいな確かにあんたは強えらしいそれでも俺は引くわけにはいかねえんだよこれが殻の一つをお前まことなんやろ。そないなとこで何してるんやお前。まこと？あなたにはまた会えると思ってた。お前見えとるんか。お前見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの殻の一坪で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時ね、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命やない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに会うて土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せえ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島宗平。俺にそいつらを殺せっちゅうんか。お金なら払える。10億で足りる？もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が敵を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待て。ほっといて。もう一人で平気だから。誠。ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。え？たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか？いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。段差気ぃつけや。2つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさいわ。いい人じゃないね。ぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けや。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか？親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さんからの一坪の件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。橘不動産の社長、あの人は私の兄です。それであなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。なんやこれは。何しとるんやお前。誠、地獄に送ったぜ。ぶっ殺したぜ。生きとる。おい誠、聞こえるか。しっかりせえ。おい、俺がわからんのか。返事せえや誠。ごめんなさい。誠、私だけじゃ何もできなかった。またあなたに迷惑。もうしゃべらんでええ。お願い聞いて。あなたの手下の首を3つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと。俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ。あの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それがそのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。えだが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカって世間知らずだから殻の一粒があればうまくやれるって私にはそれしかないから。分かった、もうええ、やるしかなかったの。くそ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった。撃たれてる、すぐに運べ。この人を死なせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、声聞こえるか。死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みを俺が叶えとるから。せやから頼む。いつまでかかっとるんや。終わったんか。手術はどないやった。失礼ですが、あなたは。あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと。という状況よ、世良さん。世良、真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん？これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。真島、なんだよ、忘れちまったのか俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてった。またボコボコにしまぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ、ごめんなさい。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一粒はもう誰のもんでもない、闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島、はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたる。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誰だ。おい、なんだってめえは。誠から伝言預かってきたおせっかいな殺し屋じゃ。よってそんなんで俺は止まらへんぞ。こいつやべえぞ、いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は数に入らんねえ。さっさとどかんかいボケや。真島惜しかったな。こんな時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道やってるとや、正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができねえなんてな。俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったらよかったのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたんや。ラッキーなんだな。天野、お前か。何やってんだてめえよ。男二人腹割ってる時によ、部外者余計な真似していかねえぞおら。あっ島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ、おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。なんだと。まだ終わったらんやろがボケー。おとなしく待っとれや。こっちはもうすぐ済む。そん次がお前や。マジか。そいつらを殺すのか、真島。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやるんや。殺すんや。俺がこいつらを。誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん。謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。せやったら俺はどないしたらいいんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないしてっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今、風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を。何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃあ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。神室町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東上界の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東上界最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父、島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ、話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな、殻の一つは日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入り隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな、なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。ん？真島。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島野組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。世良は親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。これがわしの答えや。世良に言うとけ。殻の一粒も近江の本部長もわしには何の関わりもない。親父、お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やないほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。は？なんだそのへんてこなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの町で誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたがまあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでもしないやろ。そうだな。ほなまたな。大きにやで佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。あの世で待ってるぜ、真島ちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。なあ。話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ。君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。これは障害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白い。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘い下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴、なんです？どうです？こいついい女でしょ。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ？あ？天下のマジ。え？君はここに。先生、でも先生。あんた誠さんに何する気だ。違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人を助けてくれて。お前の女か。いや、彼女は私の患者だ。何や先生って、医者かいな。惚れとんのか。何どうなんや。何よ急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしられたらそのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。ならはよ言うてやらんかい。でそばでちゃんと見とけや。しっかりせえ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。